が変われば行動が変わるし、うん、行動が変われば結果が変わる。70キロ以上専門のダイエット。70キロ以上、そうだ。栄養指導をしながら10キロ痩せようみたいな。どうもこんにちは。こんにちは。一応うちのチャンネルでこれアップさせてもらうんですけど、今日はですね、マスクしてるかあんまり分かんないかもしれないですけど、マッチャンファミリーの皆様に来ていただきました。はい、イエーイ。ありがとうございます。じゃあ、それから田んぼ先生です。山口です。よろしくお願いします。山口先生です。で、去年 の、はい、グランプリの久田先生。久田です。はい、いいですね。おけずり先生とか田んぼ先生とか。そうでしょ。ニックネームスースーです。もう謎じゃないですか。なんでスースーなんですか。なんで。全然誰もわからないですよ。なんかデフォラクいつも言ってるから。いや、違う。そう、元はね、まっちゃんが、はい、24時間マスク作るイベントなんかやったんですよ。で、その時にもう夜ちょっと応援しに行ったんですよ。で、結構遅い時間に行ってマッサージしてあげようと思ったんで、うん、ちょっとスースー系のねデコラックを塗ってマッサージしてあげるって言って、で、それスースーするねみたいな感じの流れで、うん、もうスースー先生だよってなったんですけど、このくだり全部話さないと僕がなんでスースーかは分かんない。僕がね、なんかそのいい名前ないんですかっていう風にまっちゃんに言ったのが最後だったね。あれだよ、もうスースーでいいんじゃね。おしゃれブロボー。おしゃれブロボーもまた説明しなきゃいけない。僕昔元々ミュージシャンだったんですよ。そうですよね。音楽をやっていて、そうそうそう、それのバンド名がおしゃれブロボーだったんですよ。なぜ笑う。福田先生とかは基本的には、はい、僕と同じ整体とかそういうのやってると思うんですけど、はい、基本的にはどんな感じの施術なんですか。やるたびに美容整体を主にやってるんですけども、はい、僕の施術はまあ、ストレッチが結構メインなんですよ。ストレッチ、はい、PNF ストレッチ。あ、はいはいはい。まあ、その人の体の使い方を正しながらポテンシャルを上げていくみたいな。なんかよくマッサージとか行って、ほぐしましたけど翌日なんか戻っちゃいましたみたいな、うん、そういうのって良くなった状態の体の使い方が分かってない、うん、そういうところをここを使えばいいんだよっていうふうに施術しながら自分で経験してもらうっていうのをストレッチをこう絡ませながらやってるっていうふうな。日頃の日常のなんか歩き方だとか、はい、体の使い方とかほぐし方みたいなのもこう、そうですね、はい、教えたりとかもするんですか。やっぱり僕ができるのってその方が来た1時間とか、はいはいはい、本当そのだけじゃないですか。ですよね。けどなぜこの体になってしまったかっていうのはやっぱり日常の中で悪いことをしてしまったり、ね、なんか変な習慣があったりとかいうのがあるので、そういう風な悪い癖とか習慣を一個ずつこう省いていって、うん、施術でいいことを足していく、そうすることによって根本矯正ができるっていう風な形でやってるので、うん、まあ、セルフケアもそうですし、まあ、靴の減り方とか見てこんな風に歩いてないとか、うん、ていうかそもそもこんなに減ってるんだったらもう靴変えようよとか、うん、そういう風なこうアドバイスしたりとか、意外とねヒール履いててピンヒールゴムの部分がね、かかからなくなりますよね。そうですよ ね、 ね、あれって結構すぐに変えられるんですよ。1000円ぐらいで、うん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 、あそこのゴムの部分だけはそういうところからやっていこうよみたいな。せっかく矯正しても、ね、サロンから恵比寿駅に歩いてるその途中でまた戻ってっちゃったら、うんうん、もったいないので、うん、そういうちょっとした努力とかちょっとした意識、うん、だから意識が変われば行動が変わるし、うん、行動が変われば結果が変わるんで。福田先生とかあるんですよ。うちと同じね、恵比寿の東口なんですよ。はい、めちゃめちゃ近いです。今も言ったけど、うちはココイチの上ですけど、リグニスの上だから、ね。そうですね。そう。YouTube もやってるんですよね。ちょっとずつちょっとずつやってます。本当。ボソボソと。でもね、いつもね、お一人で自分で施術もやってるし、全部やってるから大変ですよね。ボソボソとですけど、まあ、ケジと頑張っていこうかなと思ってますね。下の概要欄の方にも福田先生の YouTube の方のね。ページもゆかさん貼っておいてください。ぜひ皆さん見てください。お願いします、はい、そして山口先生どんな感じの施術なんですか。うちは埼玉県の春日部市で、はい、70キロ以上専門のダイエット。70キロ以上、そうだ、いける。それなんで70キロ。便座ダメです。あ、別に70キロ以上にしたきっかけは、はい、まあもう本当に経営塾に行ってて、はい、
そこの先生が大幅ダイエットをやったらみたいな話をされたんですよ。はいはい、で私は栄養士の資格持ってるんで、はい、栄養指導をしながら10キロ痩せようみたいな、まず60キロ台になろうみたいな、はい、方法で考えてたんですけど、実際は3桁とか、やっぱね3桁の方が来るとちょっと、じゃあ栄養指導みたいなことをするんだ。最近はファスティングの方と、あとは天然の酵素、まあ食事から取れる酵素をおすすめする方と、はい、あとは運動してる方と、まあ、私はあんまりちょっと運動してもらいたくないんですけど、実際はあとはタンパク質を増やす、まあ10人十色なんで、この人が必ずこれが効くっていうダイエット方法って実際はないんですよ、うん、なのでそれをこう自分の中でピックアップしていく、この人の生活習慣からするとこれが足りないだろうなっていうのを、こっちで、選択していくような感じのダイエット方法と、あとは筋膜リリースでサイズダウンを測っていく。流れが悪くなっちゃうからね、体がね固まってね。そうですそうです。5日間断食期間って、前後5日回復食と準備食やった時も違ってなかったです。15日通常筋膜リリースはどんな感じのペースなんですか？筋膜リリースはもう骨際を相対的に言うと7キロ痩せると10キロ痩せるんです。ああ。